ボンジェア、サッカーキングチャンネルのミシーです。今回はポルトガルリーグ3強の一つポルトについて紹介していきます。ポルトのホームタウンはポルトガル北部の港湾都市ポルトです。リスボンに次ぐポルトガル第二の都市として知られています。クラブは1893年に創設されました。ホームスタジアムはエスタディオ・ド・ドラゴン、約5万人を収容することができます。近年ポルトでプレーした主な選手はポルトガル代表としても活躍したデコ、そして現在レアル・マドリードでプレーするカゼミーロ、また日本の J リーグでもプレーしたクッキーなどがいます。ポルトがこれまで獲得した主なタイトルですが、ポルトガルリーグで優勝28回、また03-04シーズンはジョゼ・モーリニョ監督の下でチャンピオンズリーグ優勝、また10-11シーズンはヨーロッパリーグ優勝と、近年では国際大会でも結果を残しています。ここでポルトの今シーズンの基本布陣を見ていきたいと思います。基本布陣は 4-4-2 です。ポルトを率いるのはクラブ OB のセルジオ・コンセイソン監督です。就任初年度の17-18シーズン、それまではベンフィカが4連覇中だったんですが、このベンフィカを止めて見事5シーズンぶりのリーグ優勝へと導きました。なお昨シーズンは27勝4分け3敗という素晴らしい成績を残したんですが、わずか2ポイント差で2位となりまして、ベンフィカに優勝を譲ってしまいました。ディフェンダーのエデル・ミリトン、ミッドフィルダーのエクトレ・レーダ、そしてヤシン・ブラヒミと中心選手こそ抜けたものの、ポルトガルリーグでは屈指の陣容です。今シーズンポルトの最注目ポイントは中島翔也の加入。中島選手は東京ヴェルディの育成組織出身で、東京ヴェルディ、カターレ富山、そして FC 東京でプレーしました。2017年の8月、FC 東京からポルトガルのポルティモネンセへと移籍。初年度から10得点12アシストと見事な結果を残しまして、日本代表にも招集されるようになりました。中島選手といいますと、森保ジャパンを象徴する選手だったんですが、2019年2月、カタールのアルドゥハイルへと移籍します。まあ、この移籍は本当にびっくりした人も多いんじゃないかなと思います。移籍金はなんと日本人史上最高額の約44億円と報道されています。そのカタール移籍を経て約半年ぶりにポルトガルと帰ってきました。しかもそのチームは名門のポルトです。そのポルトとは5年契約を結びまして、背番号はデコやハメス・ロドリゲスらも背負った背番号10に決定しています。先ほどの基本布陣のところでも少し話しましたが、アルジェリア代表のミッドフィルダーヤシン・ブラヒミが、まあ、このポルトの攻撃を牽引する選手でした。そのブラヒミは中島選手と入れ替わるようにカタールへと移籍しまして、中島選手は今シーズン2列目の核として期待されています。その中島選手は4月11日に行われた練習試合で早速ポルト移籍後初ゴールを決めました。ポルトガルの大手メディアも中島選手をタイトルに使うなど非常に期待されていることが伺えます。移籍加入に際して中島選手はゴールやアシストを多くしたい、楽しんで自分らしく 100% の力を出せるようにしたいというふうにコメントしています。まあ、やはり中島選手といいますと、このサッカーを楽しむというのが本当にもう見ていて非常にね、我々も楽しくなってしまうぐらいね、まあボールを持った時のこのワクワク感、そして本人が楽しんでいるとね、まあ、我々も本当楽しく見れる、そういったね選手です。2022年のカタールワールドカップに向けて間違いなく中島選手は必要となってくる存在です。森保ジャパンを代表する中島選手がポルトガル屈指の名門ポルトでどんなプレーを見せてくれるのか、今から非常に楽しみです。スカパオンデマンドのブンデスポルトガルライブでは月額925円でポルトガルリーグが楽しめます。ポルトに所属する中島翔也選手の視聴予定試合を全試合ライブ配信、またドイツブンデスリーガ全306試合もご視聴いただけます。今回もご視聴いただきありがとうございました。本当ね、この名門ポルトでプレーする中島選手の姿をね、見るのが今から非常に楽しみですし、ぜひ中島選手をね、期待することなんかコメントでたくさん書き込んでいただければなというふうに思います。このポルトガルリーグ紹介動画まだまだ続きます。ぜひ今後もご視聴よろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価もぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。チャオ。